皆様こんにちは。今回は一部の Android で利用できるテザリングの便利機能、インスタントテザリングをご紹介させていただきます。インスタントテザリングは、Android のテザリングを利用して Wi-Fi 通信によるデータ共有を利用する場合に、Wi-Fi タブレットなどのテザリングを利用してインターネット接続を行うクライアント側から、テザリングを行うスマートフォンなどのホスト側のテザリングを遠隔で有効にして接続できる点が利点のデータ共有機能です。またパスワードなどの入力もなく、事前に準備さえしていれば簡単に利用できる点も利点となっています。インスタントテザリングは今のところ Google が販売している一部の Nexus スマートフォンとタブレット、 Pixel スマートフォンとタブレットが対応していて、それらの機種で利用することができます。ただし Nexus 9や Pixel C といった Wi-Fi 専用のタブレットはクライアントとしてのみの利用となります。インスタントテザリングを行うには、クライアントとホスト側で同じ Google アカウントによるログインを行っておくことと、 Bluetooth をオンにしておくことの2点が必須項目となります。これさえ行っていればインスタントテザリングを利用できるようになります。実際にインスタントテザリングを利用する方法は、テザリングを利用して Wi-Fi 接続を行うクライアント側の Android で設定を開き、 Google インスタントテザリングの順にタッチします。表示されるページでデータ接続の利用スイッチがオフになっている場合はオンにします。するとテザリング接続が可能なホスト側の機種名が表示されるので、その機種名をタッチします。タッチした機種をアクセスポイントとして接続するかどうかの確認ウィンドウが表示されるので、接続をタッチします。これでホスト側のテザリングが自動でオンになり、クライアントが接続してインスタントテザリングによるデータ共有が開始されます。インスタントテザリング利用中は、クライアントとホストの双方の通知バーにインスタントテザリング利用中のアイコンが表示されます。インスタントテザリングは簡単に利用できますが、あくまでも同じ Google アカウントでの利用に制限されているので、セキュリティ面でも安心です。この他、インスタントテザリングは今のところ Wi-Fi テザリングのみで、 Bluetooth テザリングに切り替えることなどはできません。以上、一部の Android で利用できるテザリングの便利機能、インスタントテザリングのご紹介でした。